音感トレーナーの使い方。Excel マクロをショートカットから起動します。ブックは最小化され、フォームが表示されます。ボタンのクリック、右クリックと、シフト、コントロール、オルトの組み合わせで操作します。基本の操作法。クリックすると、問題が流れます。右クリックすると聞き直しができます。答えを考えてから、クリックすると、答えを考えてから、クリックすると、正解が表示されます。右クリックで聞き直しができます。シフトプラス左クリックで基準温度が鳴ります。×でフォームを閉じると、Excel が終了します。問題を選ぶ。コントロールプラス左クリックでブックが表示されます。問題シートを選択して、コントロールプラス右クリックでシートがコピーされます。必要ならばブックを保存しておきます。オルトプラス右クリックでブックを最小化します。他のブックから問題を選ぶ。オルトプラス左クリックでブックを表示し、ブックのあるフォルダを開きます。問題のブックを起動して、問題シートを選択して、コントロールプラス右クリックでシートがコピーされます。問題の作り方。
データシートに問題を作成して。シートのコピーをして保存しておきます。A1 音の初期設定データ。T テンポ。L 音符。パーセント音の長さの割合。O オクターブ。アットマーク音色。K キー変更。P ピッチベンド。B1 タイトル。C1 乱数発生後のボタン表示。D1 乱数が入るセル。E1 シフトプラス右クリックで乱数を D1 に作成。F1 問題ごとに乱数を作成。A 列問題の音楽データ。C で EFGAB。ドレミファソラシ。シャープフラット。次の一音、高い、低い。和音。B 列問題文字列フォント、セルの色がボタンにコピーされます。C 列答え文字列フォント、セルの色がボタンにコピーされます。D 列、計算に利用できます。変更したワークシートを保存したら、Alt プラス右クリックでブックを最小化し、開いたフォルダを閉じます。